雰囲気あります。あー、マシュマロ焼いてる。ほんとだ。いや、すごい。かぼちゃ泥棒できないかな。あ、ダメ。あ、すいません。じゃあ、あのかぼちゃ警察呼んで。ちょっと待ってください。あなた取りました。あー、やばい。お肉警察来た。お、わぁ。わぁ。なにこれもう、シアターが。最高じゃん。まさかの。うわぁ、すげぇ。皆さん、こんにちは。声優の梶裕貴と。どうも、山下大輝です。はい、今回もあつ森プレイしていきたいと思います。はい。ね、前回は山下くんと、ついにね、同じ場所で一緒にプレイが叶ったと、はい、いうことでございまして、お互いの島に行きしました。はい、しました。今回は、はい、なんと山下くんのお友達、はい、あの方の島に遊びに行きたいと思っております。というわけで早速、飛行機で向かっていいですか？あ、どうぞどうぞ。はい。かなりやり込んでるとね、いや、すごいんですよ。あら、やっぱりなんか、うん、何回も何回も進化してる島っていうイメージです。おー、アップデートされるごとにリニューアルするような。すごいですよ、なんかガチ勢ですね。ガチ勢です、うん、僕スイッチやるためにずっとオンラインですからね。すごいな。嬉しい。あ、これで合ってんのかな。合ってます。あ、濃いめのカルピス島。濃いめの原液なのかな。そうですね、やっぱ濃いめの方がやっぱカルピス美味しいですから。じゃあ行っちゃおうかな。行ってきます。わあ、いいですね。なんかこう人のこう島に一緒に行くみたいなのもなんか旅してるみたいでいいですね。そうね。なんか山下君はもうじゃあ濃いめのカルピス島にいるの。あ、もういます。あら、先に行って待って。なんだあの壺みたいな。何、もうすごくないですか。うわお。僕もね、全然行ってないから。最近？そうなんです。あらら、上からの前景ちょっとびっくりです。あ、もう午後6時5分の段階で時を超えてることを確定しましたが。あー、手振ってる。2人で入り口で待ってます。いいですね。到着でございます。イエイ。おー、来ちゃった。わーい、来ちゃった来ちゃった。おる。これ、あ、これがじゃあこの濃いめのカルピス島の方ですね。すちょっと二倍兵長味がありますけども。本当だ、髪型が。山下くん、この濃いめのカルピス島の、はい、この方はですね、はい、住人。お、お、プレゼント各色二人に好きな。お、すごい。え、種って書いてありましたけども。でございます。この人がですね、はい、うん、僕が結構昔から親交があります、うん、漫画家であります、うん、種田裕太先生でございます。お、種田裕太先生、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、ちょこちょこ僕らがあつ森ね、プレイさせしてた時とか、はい、イラストを描いてね。そうなんですよ。ツイッターに上げてくださったりして、すごく可愛らしい。生配信見てくれてたりとかもね。え、嬉しい、ありがたい限りでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。すごい。あ、これをなんかくれるそうですよ、雰囲気を。それぞれね、この黄色い袋と青い袋を取りますか。じゃあいただきましょうね。開けちゃう。じゃあカジさんの方で開けてもらおうて。すごいな、もう世界観がマジで。異国来てるみたいですね。ね、やば。じゃあプレゼント開けますよ。まず紫の袋から開ける。ソードホルダー？なんだ？あ、すごい。え、背中に。これはもうこれはつけなきゃですね、これはね。え、これって何？これって何？え、こういうのってある。あるんですね。あるの？う、作れるの？売ってる時期があるの？何なの？すごい。すごい。これは何でしょう？あるのかも。剣。え？え、何これ、作ったのかな。え、ちょっとちょっと、あ、置いちゃった。手に持ちたいね、これ。ここだと持てないのか。剣は持てないっぽいですね。じゃあ自分の島に帰った時のお土産になるかな。すごい、ソードホルダー。間違えた。お肉、間違えた。お肉レッドになりましたよ。間違えた。いいですね。うわー、すげー。風間です。某恋愛シミュレーションキャラクター。あ、なるほどなるほど。まあ、完全に同じライン。部活帰り。お、すごい、学生になった。右足怪我してますね。
本当だ、包帯巻いて。一人だけハンバーグですけど、世界観大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいね。案内しますだって。行こう行こう。ヤンキー。すごい、それぞれ、ね、三者三様の学生感ですね。じゃあ行きましょうか。お願いします。オッケー。先生。学生服なのに先生という謎の状況になってますけどね。うわぁ。ちょっと。いいですね。あ、すごい。この、ワクワク。溝が。すごい、ここ何バーベキュークリスマスの名残。あ、ここで。かわいい。何これ。何か作ろうとしてます。人ん家のキッチンで何作ろうかな。せっかくだからさ、ちょっと甘いもん作って帰ろうかな。レシピないね。レシピレシピ、いやーいいね。ラーメン、いや綺麗だな。やっぱこう夜の方が多分こういう明かりとか映えるね。プレゼントが光り輝いている。いい、なんだろう、ちょうだいよ。この街並み最高だぜ。サンタさん、あ、消しちゃった。プレゼントちょうだいよ。小僧がいるぞ。おお、うわすごい。なんかさ、人の島来るとさ、広く感じるの何なんだろうね。本当ですよね、うん、未知だからかな。うわ、でも本当クリスマス装飾っすね。冬のてか何これ、フラワーが、あ、旗が、あ、濃い、すごい、濃いめのカルピス、よくできてるなの旗。漫画家さんはすごいですね、こういうところもね。すごい、こう、なんだろう。わ、これちょっと、動画。畑。動画サイトで見る、こう、光景がすごいですね。ちょっとカメラのアングル変えてもらってもいいですか。わー。プロの犯行のやつですよ、これ。すごい、綺麗。ねえ。これ、ハロウィンの時、良かったんでしょうね。うん、確かに。また全然秋とかだと、景色変わるでしょうね。ね、うん、それっぽい、それっぽいどころかも、これは畑ですよ。完全なる畑ですよ。完全なる畑。いや、かぼちゃもね、いろんな種類あって、人参が植わってて。うわ、すごいいいですね。あったかい雰囲気あります。あー、マシュマロ焼いてる、ほんとだ。食べらんないのこれ。うわぁ、あ、いい消した。ダメですよ、すいませんでした。怒られちゃう。意外とやんちゃか。うん。あ、あ、これヌードル？ヌードル、カップヌードル。あえてこの世界観でのヌードルっていうね。いいっすね。カップラーメンだ。これは。閉じたり。こっそり開いたり。閉じたり、いや、食べらんないからもう。やんちゃか、はい。楽しいね、やっぱ人の島は。楽しい。勝手に焼けてすいませんね。こう、遊びに行って冷蔵庫を開けるやつとかいますからね。ダメですよ、そういうのは。ところどころにラーメンがね、置いてあって。ですね。こっちは味噌バターラーメンっぽいですね。ねえ。うまそう。うわー食べたい。お腹空いてきた。どう、美味しそう、美味しい、いいですね。いやー僕ね、バターが乗ってる味噌ラーメン大好きなんですよ。そうなんですね。うん、これなんだ、カレーだ。カレーよりさ、この謎の輝いてるこれ、それは、うわうわ、大丈夫、すごい匂いしそう。あ、特に老化とかはしないですね。いや、すごい。かぼちゃ泥棒できないかな。あ、ダメ、あ、すいません、あ、じゃあ、あの、呼んで、違うんです、違うんです、あ、かぼちゃ警察呼んで、ちょっと待ってください。あ、もう、だから野菜警察としてはやっぱ野菜の、野菜警察、野菜の、優しい。ね。めっちゃかぼちゃ見てますね、僕。よほど欲しいんですね。ちょっと、すいません。オニグレット健さん、あなた取りました、ね。あー、やばい、お肉警察来た。あなた野菜を取りました、ね、お肉警察来ちゃったな。食べるつもりですか。野菜をもしかして食べるつもりですか。違うんです。違う、あ、食べた、食べたら美味しいな。やっぱ野菜警察としてはね、やっぱここで野菜を見たら食べずにはいない。泣いちゃった。野菜食べた、泣いちゃったな。どうも、私が野菜の王様です。あ、人参食べてる。もう彼早く右足を治すためにたくさんのね、栄養を取っていただきたい。確かに。ねえ。本当ですよ。こんにちは。こんにちはの人出てきた。いや、先生ありがとう。そして、かぼちゃすいませんでした。取れないかななんて言ったね。いや、でも、とはいえね。とはいえね。やっぱ、そんな、
どうもすいませんでした。泣いちゃった。もう王様の泣き虫の王様。泣あた撮ってるぞ先生。泣いてる王様撮ってる。泣き虫の王様。こんにちは。ランキング低いんでしょうね。泣き虫の王様。じゃあ先生次のところにね、はい、案内していただけますか。お願いします。ああこれマリオのね。わ。マリオコラボのおコインが。コインだ。おー出てるよ。いやーこんな島があったら住みたい。なんかみんなで共同生活できる島とか、いやいいっすね、あったらいいよね。あらー美味しそうな。はい。全部買うじゃない。すぐ買いじゃう。あそこも歩けるんですね。このこっから歩いて、うわーおしゃれ。うわーおしゃれ。こわーこういう、なるほどね。いいなー。みんなで秘密基地モードみたいなさ、いいっすね。ね、共有の島みたいなのやりたいね。みんなで開発できたら ね夢のようですよね。先生次は先生。おわうわー何素敵。これもうシアターが最高じゃん。これでも野外シアターだけど、まさかここでニュース見ることになるとはね。中身がわすいいね。こういうのこういうのいいね。これ写真撮っちゃおうかな。ちょっとみんなで見ようよ。ちょっと待ってください。あ、いいね。いやー、おしゃれやもう。なにお姉さま。もうたまらないわ。さあ、先生じゃ次のエリアに。すごい、いろんなのある。ちょっと It's show time! うわ、パーティーマン。パーティーマンだ。イエー。お、探検家。じゃあパーティーマンと探検家が春田先生のねできてないと言われるご自宅に行きましょうか。おお、わーい。じゃあお邪魔します。わー楽しみ。これだけクオリティ高いね人の島ですから、お家もねできてないとは言いつつ、いやこれすごいっすよ。うわー漫画家さんならでは。ほんとだー。ここで仕事してるんだ。こんな仕事場いい。あそこった、あそこ先生の席だな、あの左上。先生、私が。アシスタントの席じゃん。アシスタントしましょう。パーティーマン、パーティーマンアシスタント。先生の隣にどうしても、座りたい。あ、隣にはいけない。隣にはいけないですね。よーし。先生、これは。あ、お。カチカチカチ。わー、すげー。無言で作業中ですよ。右にあの濃いめのコーヒーありますよ、きっと。本当だ。カフェインよね。どうしようかな。ここの世界観にやっぱ合うやつがいいな。な。犬しかないな。どういうことですか。いや、学びに来たんでしょうね、犬は。あ、いいですね。電気が消えるのもまた。山下君世界観に合ってるんですね。ちょっと合ってます、ね。うん。あ、人参ケーキかわいい。いや確かに本当だ。うん。いいな、こういう一個テーマを決めてね。今これはもう漫画家さんのお部屋という。こっちなんだろう。何その笑いは。何なん、どういう笑い。トイレロッカールーム。あ、なるほど。これじゃあアシスタントさんとかもね、みんなで。これ歴代アシスタントの皆さんですかね、この上に飾ってあるのは。すごい人たちいるじゃないですか。なんかね、有名な。いいね。なんかたまにちょっと大丈夫かっていうね。アシスタント業大丈夫かなっていう人もいますけど。さあ奥の部屋は。お、キッチン、あ、と、リビング。作業的な部屋。あ、もう、これはじゃあ完全なプライベートのね。ね。お部屋なんだな。わ、この窓の外にさ、雪降ってる感じ。いいなぁ。で、このやっぱ遠近感がすごいね。素敵だなぁ。なんかやっぱ、なんか、カイさんの横にあるスープ超いい湯気出てますね。あ、ほんとだ。書いてるな、また。いい匂い。これは、キノコのスープですね。すごい、素晴らしい。いい匂いですよ。さすが。こういう部屋憧れるね、書斎的なね。素敵ですよね。うん、書斎兼作業部屋。いや、ありがとうございます。あと部屋はまだね、まだありますよ ねあ、左のお部屋に行きましょうかね。はい。いやちなみに先生は何時間、もう何十何百時間、ここまでやるの相当ですからね。確かに。どのくらいプレイされてるんですかね。聞いてみましょうか、ね、先生。
いいですか、聞いても。900いかない。それでもなおすごいっすよね。ねえ、1000を目前としている。ほんとっすよ。うわぁ。これはもう、なんだろう、自分の本当に。あ、共同部屋なんすか。あ、でもそっか。ほんとだ。仮眠室。アシスタントさんたち。山下くんが、マッドサイエンティストみたいになってますね。怖いですね。じゃあ次はどっちかな？次は上。上に行きまーす。え、上は何なんだろう、この流れで行くと。確かに。下は、なんだろう、大浴場とか。どうなんでしょうね。うわー、まさかのすごい上に行ったぞ。お、雲を越えた。コスモやんけ。カルピス推しがすごいですね。本当だ。おー、宇宙人。お、UFO ってこういう演出あったんだ。あああああさらばじゃ。UFO! 宇宙人いい。ここは何室って言ったらいいのかもはやわからないぐらいのね。あ、出てきた。趣味室みたいな。趣味部屋ですかね。趣味部屋みたいな。いいね。これも自分で書いたのかな先生は。でもそうなんじゃないですか、ね、どう先生。でもなんか書きました。すごいね。やるね。もうここ泊まり行きたい。いいなぁ。アトラクションの待合室みたいに。いや、いいね。これじゃあ下行ってみますか。行きましょう。こうなってくるともう想像つかないですね。下なんだろう。闘技場とか出てる。突然。お。え？居酒屋？まさかの。うわ、すげえ。居酒屋だ。しかもこう、ちょっと、地方のね。うん。いいね、これ。落ち着く場所。定食あるよ、定食。うわぁ、いろんな、うわぁ、うまそう。定食超うまそう。よく作ったなぁ。これはブリの照り焼き、違う？これはね、ちょっと、何ですか、それ。これはね、何でしたそれ。これはブリですね。ブリ、あ、なるほど。いや、これ、鮭かな鮭になんかソースが乗ってる、かかってるのかな。うわぁ、うまそう、これ。天ぷらの、そばかな？これもう匂いじゃなくて見てますね。目視カメラの角度で。いや、そうですか？これは何ですかね？それは何ですか？うん。うん。これは、パイのパイじゃないですか？パイのパイ。パイのパイですね、これ多分ね。パイオブパイです。パイオブパイですね、これは。それは何ですか？うん、これは、ペペロンのチーノですね。いやー、美味しそうな。いや、いい。なんかいい香りしそうですね。よく作ったね。これは先生。すごい。あ、たぬきちこんな姿になってしまったのか。たぬきちそれ。え、違います？これたぬきちじゃないんですか？うちの島とちょっとね、あの、タヌキチこんな鋭い牙違ったっけ、タヌキチこんな。タヌキチこんな。タヌキチこんなじゃなかったっけ、ね、こんなガンビラキリじゃん。あ、でもこんな風であったらすげえ撮影するな。決まってますね。タヌキチ、あ、でもなんか。ガンギマって。こんなアップにするタヌキチ。もうサムネこれにしたいぐらいのね、今回は。ビビる。じゃ、ちょっと、ダイキングとタヌキチ取ってあげるよ。いいですか、じゃあ。うん。あ、いいね。どっちかタヌキチメインな感じにしますね。半分にされて。いいですね。先生、素晴らしい。お腹空いちゃった、なんか。ね。いや、いいお家ですね。なにこれ。ゲーセン？やっぱそうだ。このクレーンゲームで、いけるか。あれ？なんだこれ？オンエア。あ、生配信してますよ。1。よし、スタート。じゃあ先生がとりあえず行った方。行きますか。うん。物陰パターンあんの？いた？僕見つけました。マジか、すごい。